まあでも 1時に寝るんじゃかな。なんで早寝だね。今日ちょっとまだやることあっての忙しいね。けどお主が寂しいかと思って起きてきた。なえ、お金持ってる人いませんか。お、わしが持っとるぞ。6億貸してください。もあ、いや、ください6億。え、捕まえた方がいいじゃろ、これ。わし借金してて今2500万しかない。ああ、私なんで6億も借金したんじゃ。チンチロで負けて6億になりました。この人多分貸してもまた借金するぞ。無敵の人だからな、多分。うん、何刻まれとる、もう。やべえ、この町でお金持ってる人知りませんか。この町で金持ってる、カジノオーナー。カジノオーナーな。カジノオーナーか。なんて人ですか。ナシマカナ。ナシマカナ。うん、会ったことねえな。ナシマカナじゃん。カジノオーナー、いやでもカジノオーナーってなんか、なんか、でもね、やっぱね、話とか聞いてくるなっすよ。ああ、そうそうそう、絶対貸してくんないよ。ケチかもしれないからね。わしは会ったことないから分からん。ああ、そうなの、ない。うん。タイミング悪いね。カジノではの、遊んだことあるんじゃがな。え、会ったことないか。でも絶対貸してくんないよ。すよね。他に、どうしよう。他に貸し、でもお金も、警察でお金持ってんのはラダオとかね。あいつ40億持ってるって言ってた。マジっすか。でもあれ、6億くれないかな。60億あったらの、6億ぐらいくれそうじゃな。ねえ。40億。あ、貸してくれる人いますよ。なんで6億もないんで。何が欲しくてそんな戦ったんじゃ、チンチロで。別に金いらないから勝負してたら負けました。自業自得。哲郎さん、何も欲しくないんすよ。すいません、起こしてもらってもいいですか。信じられないぐらい自業自得。ありがとうありがとうございます。ペイン1億ぐらいあげ。え、僕1億渡したらもう7000万になっちゃうの。これちょうどいいだろ。あと3000万で1億じゃ。お金ないの。あ、6億かください。おかみさん、あ、川中さん、はい。川上さん？川上さんって何ですか？なんじゃ川上って。川上さんってなんだ。誰ですか？武器ってないもんね、川中さん。あ、そうですね。いやいや、いるじゃん、タバコ屋さんに。ああ、名前似てるから、ただ間違えただけ。なんでそんな過剰反応したの？なんでそんな過剰反応したんじゃ？なんでそんな過剰反応したんすか？ペインさん。いや、逆に。だって、川中とマジか。いてもおかしくないじゃろ、川中を。川下がいたっておかしくないじゃろ。確かにそうだ、確かにそうやんね。川横とかおるかもしれんじゃん。ああ、そうだね、オッケーオッケー。中川がいてもおかしくないし。オッケー、了解。オッケー、じゃあ話変えようか、一旦。じゃあ、まあ今の罰として6億ください。まあ名誉、心が傷ついた。俺、遊ばれた感じがしました、なんか。ああ、もうこれはもう払わざるを得ん。いや、そんなそんなことない、遊んでないよ。あ、ネルさん、俺158です。158。今日ボーナス多分みんな少なかったよね。ネルさんが払ってくれた。なんでそうなんだ。マジでありがとう。ありがとう。いないかなって。あれ、あ、来た警官服。うむ、良いじゃろ。素晴らしい。手かっこよくない。あ、じゃあ悪いことはしたくないんですけど、悪いことしてる人からお金もらおうかなって。無視はあんま、はい、微妙、はい、6億、はい、まあ1億単位で。でもなんか読んどったぞ、黄金の風って。黄金の風がどうした。ああ、だ聞こえてたんだ、ね、え、運転今暇だったらやろうかなって思って。運転、そう、鋼鉄の風が運転うまいからさ。おー、教えてもらおうと思って。コーチング。おー、良いじゃん。鋼鉄それ出さないとあれだぞ。良いの、教えてもらえ。俺はジャグラー借りてもいい。ダイス投げないとそれ。なあ、わしのサス4コメント使っても良いぞ。ダメー。コメント。サス4ジャグだよ、ジャグ。わし気に入っとるんじゃがの。え、本当ですか。さ、鋼鉄の風はさ、コメットかジャグラーだったらどっちがいいと思う。本当はコメットがいいけど、
まあ実用的なのはジャグラーだと思う。本当はコメットの方がいいっていうのは。だってあれ早いでしょ。うん、もう結局、まあ、最強じゃからな、速さは。曲がりが弱い。曲がりが弱い。ただそこ極めしものだったらマジで早いと思う。テレルの上級者向けだと思うよ。コメントは。テレルの最初はジャグラーで始めた方がいい。うん。そういうこと。基礎基本をジャグラーで学んで。テレルの。なんでテレンだとのが。いやあのサスフォーコメントでいつも運転してくれてるから。あでも会話でも勘弁して。サス4コメントでいつも謙虚しておる。あるな。ほっほっほ。上級者じゃん。だから僕は上級者ではない。まずジャグラーで。じゃな。プロか。ジャグラーで行く。ジャグラーの練習をしたいです。あれちょっと行ってくる。帰ってきたの？わそうじゃ帰ってきたわしは。帰りー。御用改めである。殿。御用改めである。なんじゃ？殿、あの今ネルさん10億持ってるんですけど、チンチロで勝負とかします？10億かけて勝負じゃ。何戦がねえや。新たな来たぞ。なんだ？10億かけて勝負じゃ。10億？あ。マジで言ってる？10億持ってんのか、そもそも。そうじゃ。10億持ってないよ。かかってこい。え、持ってる？持っとる。10億かけて勝負すんの？もうあの、持ってんの？持っとる。賭博剤切れ、賭博剤。え、そうなの？もうアカシック古事記売ったら絶対。そうじゃ。10億以上。あれ100億以上するぞ。ハツカネル、まず一旦ね。賭博剤と。負けたやつがどんどん賭博剤切り始めるんで。切ってくよ、じゃあ。優しいよ、でもこの署内でずっと署員同士でやってるの優しいよ。うん、かかってこい。じゃあ先やっていいぞ。え、1億、はい、え、本当に10億でもいい。3億ぐらいにしとくか。3億ぐらいにしとくか。いや、いや、どっちがいいんだ。じゃあ、3億にしよう。ウニを3億だ。いや、おかえり。よし、行くぞ。優しいね、3億でも3倍でもさ。やばいよ。よし、かかってこい。何がかかる。ひふみってどのぐらい強い。弱いの最弱。お主がひふみを出せばタイじゃろ。あ、そうだね。あ、でもひふみ2倍。これ目なしだった場合どうなの。目なしで勝ちだ。目なしでも勝ちじゃ。あ、惜しい。何出しても勝ちだ。ひふみ出せ、殺す。出てる。殿。ひふみ出せ。殿。お前もいい言葉やったね。これ強すぎ。いいじゃろ。足に6億の請求を出せ。男に二言はない。いいの？良いぞ。えらい。やったー。ネル先輩16億かかってる。すごすぎる。すごい。いくら買ったの？16億どころじゃない。なんで今までこんな負けてる？ネルちゃん、今日のボーナスでかいんじゃないの？俺らの。それじゃまた会おう。ネル勝負だ。いやでもこれ署内で起こす。まあお金くれんか。ほら、あなたもお金、あ、わかりました。じゃあ、眼球棒いただくことはできませんか。今、わしもな、川中のために取り返してやろうと思って、チンチロしたら、ひふみ当てて倍付けでマイナス6億じゃん。ちなみに誰に負けてるんですか、それ。ハツカネルじゃん。あ、それ取り返せばいいんじゃない。ゴンゴンが。俺もハツカネルに負けました。12億取り返してくるやつから。12億をかけた。わしもう普通にお金払えんくて、飯も食えん。くれなくてもいいです。取り返すって何？ちょっと待って、俺メリットある、それ。メリット、まあ、メリットはないですけど、でもやっぱかっこいいっすよ。かっこいいっすよ。お主すぎに。お主あれじゃな、覇気があるの。覇気が、覇気がある。何がわかるん。覇気が出とる。マイナス6億2人に何か言われても俺全然響かんぞ。ちなみにやっぱでもほら、うん、ギャングって男を売るし。そうじゃろ。男を売るしってさ、お主もやっぱメンツとかあるじゃろ。そうっすよ。あー、とりあえずじゃあ6億いってみたらどうじゃ。じゃあとりあえず6億行ってみたらどうって。おーへい。あ、行った。6億。ごめん、6億じゃ。6億ごめん6億じゃ6億。いい車両、いいよ。かれー、いった。ごめん、人工呼吸、人工呼吸、人工呼吸。ごめん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 、人工呼吸、人工呼吸。戻った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 。危ない危ない危ない。いったマジで。やばいって。みんな行ったよ。なんかレーサーって儲かるんじゃないの。なんて言った。ちょっと来て。
はい。ヨルちゃんこっちいいだよね。もう無線で誰かがまた火踏み出したって。え？ちょっと一回作戦会議しに行こう。ちょっと来て。はい。もしです。はい。だから今日16億かかったるって言っとったぞ。なんじゃなんじゃ、はい、え最初は、うん、いきなり5000万かけて勝負しようって言われて、ちょうど4800万持ってたんでかけたんすよ、うん、そしたら負けて0円になって、うん、そしたらなんか横にいた人が1億貸すから1億勝負すればっつって、えで1億かけて勝負したら負けて1億5000万になって、うん、でまあそこの辺はでも綺麗に完済したんすよ一旦、うん、ああよかったよかった。でまあ俺のただのもともと持ってたマイナス4800万がなくなっただけで済んでたんですけど、うんうん、なんか気づいたら3億勝負することになってて、えギャングで3億借りて勝負したんで、借りて勝負借りて3億借りて3億勝負して負けたんで3億払わなきゃいけなくて、借りた人と負けた人にね、そうですね、だからマイナス6億。わしは普通にその6億借金しとったのを思い出して、思い出した、チンチロの相手を募集しとったから、じゃあわしが2回勝てばいいと思って1回3億でやったら皮膚に出て相手目なし倍付け6億飛んだ。あのマーチンゲル法みたいなやるの多分金元金持ってる人がやるやつで、金ない人が借金してやるやつ方法じゃない。そうっすよね。そうなんじゃ、俺もあの1時間で17億この前失ったから気持ちは痛いほどわかる。次があれば金ないですか、じゃあ。うん。でもお金は貯めた、頑張って。お今いくら持ってる？おじゃない、おじゃない。ちなみに11だからあの惜しいんだよ。っていいけど渡さないよ。惜しい、おじゃないのよ。じゃあ3億ずつ。じゃあ3億って何？いや。それは言い過ぎっす。言い過ぎっすじゃない。ちょっと いい人感出すのも遅い。やりすぎって何？1億ずつで。1億ずつですって何？じゃあわしらに1億貸してわしらと勝負せん。なんでその6億まだ借金あるって全然返ってこんじゃん。俺ミコダにもまだ5億借金させてるのに、あいつ俺に10億の借金を取ってたんですよ。やば、2億チンチロで俺がピンゾロ出して取るの。あえない、ゆちゃちゃんがひふみ出しちゃった。あ終わった。え待って、これさ本書でやんの、てか本書でやっていいの、いくらチンチロ。まずいや、あの毎回切符切られてる、賭博切られてる、毎回賭博も20万を切ってる、賭博切符がそれが場所代みたいになってます。だからもう怖いって、ゆちゃちゃんがひふみ出しちゃった。え何億掛けじゃ、1億。ねえさ、もうさ、いや1000万だったっけ、直せたけど。じゃあ14億。え何、なんかあの持ってないの車とか、みんな。いや何も持ってないですよ、何も持っとらん、刀ぐらい。ちょっとあの大きな声で言えないから、ちょっと声ちっちゃくするね。おパトカーとかって売ったらどう。売れる、いや売れんじゃない、だってポリトーとかさ元値6億8000万ぐらいするから、警察車両ってことで多分プラスアルファでつくんじゃない。ラズピネル、おやすみ、おやすみなさい、おやすみ、おやすみなさい。ザリだと思う。いやなんかさ、いくらで買ってくれます、いくらで買ってくれるんじゃん。もう全然パトカーとかパトカージャグラーとかだったら10億ぐらい出すよ。え待って、2人とも6億マイナスなんの。あ今気づいたの。はい、うん、ああそんな1億かけてピンゾロで負けたとか、ピンゾロ心には何も響かん、ひふみで負けたとか言われてももう全然さまつな出来事って感じですよ。はい、2人にミッションを与えるとしたらブラックマネーっていうのがあるじゃろ。ブラックマネー、はい、今なんかたまたま手持ちに6000万分。ちなみに本書に隠してあるっすよ、あの機構をしまうときにブラックマネーマジっすか。それ取ってきたらマスラーライバー結構長くっすよ、6億稼げると思いますよ普通に。そのあれがあるんだったらそれを俺に渡してくれれば俺がそれをお金に変えてくるから、二人のお金を手数料とかいらない、俺はそれさえやれば二人のお金を作ってくることができるかもしれない。ナエさん、何じゃこれ、二人でやったら二人ともクビになるじゃないですか。そうじゃな、あれ被害減らすためにナエさんだけがやるっていうのはどうですか。わしが持ってきて、はい、5に渡すってことか。そうっすね。え、その場合マシ首じゃない別に。まあまあバレたらっすよ。あ、なるほど、大丈夫っすって。聞いてくれ聞いてくれ、なんじゃなんじゃなんじゃ、バレない。今ここにいる目の前のおなごがおるやろ。こいつに罪をなすりつけるんだ。まあまあまあ情報は教えたけど、でもあれじゃ関わる人間が多くなれば多くなるほど仲間になりません。そうだ仲間になるんだ。
え、お主今いくら持っとる？1億。とりあえず行ってこい。1億か。行ってこい？やっぱ失ってから。そうじゃ、まず失ってからコント危ないことしようっていう気持ちになる。橋を渡るのはなお。じゃあ、わしちょっとアイファックス補給してくる。あ、行ってらっしゃい。弱そう。あれ、ネルソンの携帯出してるってことで、これヒノラン買ってるな。買ってる買ってる買ってる。でも1億勝負だからな、もっとでかい金額動かないと。ネルは痛くないぞ。もう今のあれだよ、ネルさん今負けの流れ来てるって。やばいね。回収ターンじゃん。いや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 、ちなみに、アルチャーの中で1億取り返してくる。嘘ついたんすか。いや違う違う、なるぜ。ひでえ先輩。はい、みんなの分を取り返さなきゃいけないです。気づいた。このゲームに必勝法がある。ネルに今から6億勝負するんじゃん。まあな。悪いこと考えてない。意味わからん。誰が6億勝負？二人で同時に。二人で同時に同時に読むんじゃん。同時に。なるほど。近くで。はい。あ、次ひふみ出すぞ。わしにわかる。マジっすか。それでダブルアタックじゃん。あ、ひふみのダブルアタック。そう、ひふみ、だから12億回収。あ、じゃあ同時にするんだ。そうじゃ、そうじゃ。2対1で、2対1。3人で同時に振って、1対1を2回繰り返すわけじゃないですね。あ、そうじゃ、そうじゃ。え、こうやってマイナス8億。1人対2人で同時に振らせてもらうんじゃん。マイナス8億。え、こうやって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 マイナス8億。え、ネル。俺ら3人で借金20億？わしらと勝負せい。わしらと勝負じゃ。金なき者と。ああ、いいぞ。わしは6億。俺も6億。やばっ。え？じゃ負けたらどうする？どう？1対2じゃ。ネルが先に出して、その時わしらが転がす。どうじゃ。オッケー。え、2人が負けたら？マイナス12億。二人合わせて24億。支払い能力ある大丈夫？かかってこい。支払い能力？いや、これ負けたらもうあれだろう、地下だろう。じゃあネル、振れ。いいのか？ほんとに大丈夫、ひふみだ。いや、ちょっとチキてる。ひふみじゃん。切るよ、正規賞。いいのか？かかってこい。わかりました。振ったら切るからな。まあ、ナイさんがそこまで言うなら俺信じます。ナイさん、ひふみじゃ、絶対ひふみが出る。アガシック古事記に書いてあった。はい、古事記に書いてあった。古今和歌集にも書いてあった。うわー、怖いっすよ。やばいっすよ。やばいっすよ。やばいっすよ。落ち着くんじゃん、顔中。ほんとか。よし、よし、ほんとだ。よし、振るぞ顔中。うわ、なに。よし、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 あった、あかった。ネルさん、ひふみ危ない。ひふみでそう。よし。じゃあわしら12億ずつ請求できる。12億ずつ。ネルに。ネルさん、ネルさん、ひふみ。ひふみなんか倍付けじゃ。マイナスなかって。24億分けた今ので。だから川中さんとナエさんはもうあれよ。そうじゃん。全員借金なくなった。すごいじゃん。トマークやめよう、寝るせん。いや、今じゃ、今じゃ。ゴンさん、ありがとうございました。トマークやめよう。なんじゃ、ゴン、私、まだおったんか。俺が、このワンちゃんに無限に2億でやろうってずっと、連れまされて。2億だし、ワンちゃんだって、ワンちゃんだって、2億だし、やったでしょ。おっと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 。私はしがないタクシー運転手です。今日、値上げしたの、払わんかい。前と川中とダブル人気でした。2億の勝負。早く払わんかい。はい、います。じゃあ2億先に用意しようよ。じゃあどうしたの？2億先に用意しようよ。ネルボイス出しますね。ひふみ出して負けたね。両方とか俺かな。ちょっと待って、口座に入れてこないとこれ払えないんですよ。あ、ゆっくりでよいぞ。最後の返済ってか。あ、これはマジマジ16億。ひふみのワンちゃん、ひふみのワンちゃん、マジないしてます。マジなのか。ひふみやろ、ひふみやろ。マジないよ。ひふみやろ、ひふみやろ、ひふみやろ、ワンちゃん、ひふみやろ。ない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 。よし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 。え、誰に金借りたんすか、ナエさんって。え、わしはもう持ってないのに挑んだ。アタッチ力。アタッチ力。
待って待って待って、あと8億って何しよう。まだ借金めっちゃある。ちなみにねるさんっていくら買ってたんすか。犬と借金の10億合わせたら27億だった。でもそれあれじゃないですか、殿の請求の6億分もあったんですね。あ、そうよ、まだわし払っとらんから。あ、じゃあ多分プラ前で言うとそんな前じゃないんじゃないか。うん、あ、マイナスではないのか。でもさ、これさ、いつ帰ってくるか分かんないんだよね、この10億とか6億。6億は今、お金の屋さんが先渡せば。俺の10億のやつは。トンネル返したぞ、6億。ほんと？あ、ほんとだ。よしよし。どうした？よかったね。あ、僕引き出したマックなんだよ今。6億かけて。だから今いくらあんの？ゆうちゃん。私6億買った今。俺はプラス6億の6億でちょうど。今6億あんの？あ、今6億持っとるわし。すいません。いや2億で勝負だ。12億だよ。ちょっと待って。ちょっと待って。落ち着け。一回待って。今ちょっと流れが悪い。非常に。個人で。悪い。今はわしが振ると皮膚みが出るわしに。アーティマットじゃん。行くわ。2番。オッケー。アーティ行っていいよ。アーティ2番だよ。よし。いやだって負ける、俺負ける。はい、9人。11人。あれな、これ警察。オッケー、校庭警察やるからみんな運んできて、本署に。了解。本署に運んでな、本署に。ちょっと待って、わしも乗せてくれ。これも何かの縁じゃ。自分サーバル出してる。いいことがある気がする。いいことがある気がする、この二人で行けば。帰れる人は帰ろう。儲け。これ何とかカニ先輩に金返したくねえな。もしかして3億逃げ切ろうとしたら観光グループアンプレ了解。オッケー。おるかゆがみ。ネル退勤します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いろいろありがとうの、ネルフォンス。なんか金のこと言ってる、もしかして。良い夢を見るんじゃ。金返せ。返したければギャンブルを挑んでくるがよい。